エベラールの手巻き時計です。1887年、創業のエベラール社、クロノグラフの名門として知られています。創業者はジョージ・エミール・エベラール氏。1919年に、当時、最も先進的技術を必要とするシングルプッシュボタンのクロノグラフを発表。1930年の自動巻き腕時計開発の後、1935年には、2プッシュボタンのクロノグラフの開発にも成功し、その技術力は高く評価され、イタリア帝国海軍の商工用腕時計として正式採用されました。1939年には、ラトラパンテと呼ばれる、スプリットセコンド付きクロノグラフを発表。次々と新技術に挑戦、革新を続け、高級時計の国際市場の中で、確固たる地位を築き上げました。創業当時からの姿勢を変えずに、現在も多くのコレクターに愛されている時計ブランドです。本品は、そんなエベラールのユニークな手巻きモデルです。搭載機械 CAL1142。二重蓋構造の当時防水性に優れたモデルです。文字盤は焼けたアンティークダイヤル。ユニークなインデックスに味のある秒針。アンティーク時計にふさわしいダイヤルです。ケースはラウンド SS ケース。32ミリのやや小ぶりな大きさが腕に映えます。アンティークの深い味わいを見せ、フォーマルからビジネスシーンまで活躍できる一品です。ぜひ手に取ってご覧ください。